どうも、こんばんは、NM です。今回は激闘暴走する反各社の A に、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。長らくお待たせしました。おそらく動画にはしてなかったこのクインクス、誕生日限定キャラ限定パーティーみたいなちょっとネーミングセンスのなさが垣間見えてしまうんですけども、誕生日、限定で登場したキャラクター、クインクスたちですねをパーティーに集めてみました。かなりレアなんじゃないかなこのパーティーは。揃えてる人なかなかいないと思うんですけど、熟練の 100% にしてんのがこの前衛の笹子と最後ですね。なかなかちょっと画面が切り替わらない思いが、最高。そして、オークションムツキ、オークションムツキに関してはかなり僕の動画で、登場したので皆さん、記憶に新しいかと思いますが、この二人、左の、シラギン、はい、誕生日シラギンですね。班長のシラギンと、昇進のウリエさんですね。多分一回も動画で出してません。はい、すいません。熟練度もこの2人に関しては 0% です。高低差がかなりありますね。シラギンとウリエに関しては熟練度 0%、 残りの3人はフル強化させてます。まあ、性能についてはおいおい、バトル中に話していきましょうか。では行きましょう。とりあえず全員サポートキャラです。はい、アタッカー、かろうじてアタッカーと言えなくもないのが最高なんですけど、アタックポイントアップ、はい、AP アップを持っているのが真ん中の笹子です。で、武器耐久値を自分の攻撃にプラス1付与して、敵にまあそこそこのダメージを出せるかなっていうのが最高なんですけど、まあこれはフリー属性ですね、見事に。しかも後ろシフトいないから隠せないっていう。このターンでキレをつけたいが難しいだろうな。笹子が行ってしまう。もうていうかね、サポートしかいないから勝てる気が、しないっていうのもおかしいけど、うん、勝てるとは思ってません。はい、ということでやっていきましょう。サイコは自分の攻撃に、武器耐久値1、プラスを付与するんですけど、見ての通りアタックポイントが少ないんで、そこは笹子で補っていく感じです。とりあえず笹子に、回していきましょう。まあ多分溜まってくれるとは思います。やっぱこう見てると誕生日限定のキャラたちにもエフェクトが欲しかったなって、まあ前から言ってるんですけどね、まあ、結局つかなかったよっていう。グールが赤でフェスゲングールが赤、スペシャルも赤で操作感が青いエフェクトなら誕生日はもう統一して黄色でいいんじゃないかなと僕は思ってたんですけども。はい、じゃあアタックポイントアップしていきます。4ですね、アップするのは。ブレイクできんのかこれ。ブレイクできないような気がするわ。いざとなったらムツキを出す。あいつ状態異常とかなんかしてきたかな。サイコに回していきますか。じゃあサイコに回った状態で次のターン始まってほしいけど、サイコがねそこまでね生きてるかどうかわかんないっていう。あー、これブレイクできないパティのやつか。一応防御力はね笹子のスキルで上がってます。なんでもう祈るしかない。お祈りタイムだね。頼む、最高にだけはやめてって言ってんの一応ムツキが、回復のスキル持ちなんですけど危ない。はい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 、オッケーオッケーオッケー。待て待て、ムカデにたどり着く前に倒れるのだけは避けたい。でこれで、持続回復を付与します。で武器耐久値も漏れなく回復と。で、ブレイクバースト誰か持ってたかな。ブレイクバーストはシラギンが持ってるんですけど、こいつはね熟練度 100% をしないと解放されないんですね、ブレイクバースト。はい、他のやつは持ってたかな。ムツキはどうですか。持ってないね。もうサイコはまあ持ってないと。あ、待って、これ何。あ、ブレイクヒール持ってますね。あ、これいいな。じゃあサイコにブレイクヒールを発動させたいけど、あいつがあとどんだけ残ってんのか分かんないっていう。ほい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 。うわ、待って、ブレイクして、お願い。オッケーオッケーオッケー。ブレイクヒール発動。ブレイクウォール、あ、そうそう、ブレイクウォールも持ってるんですよね。ブレイクウォールはまあいらないかな正直2倍今アップしてるんで 1.75 倍だったような気がしますね、ブレイクウォールに関しては。けど動画で初めて使ったような気がするわ、ブレイクウォール。なかなかね使いどころがないっていうか、まあそんなこと言っちゃあれなんですけど難しいですね。とりあえずスキル打ちましょう。こいつしか火力出せないんですけど、こいつ今フリー属性ですね。
はい、待って、これ本当にムカデまでこれたどり着けないんじゃないねえそれはそれはやめてほしいな。とりあえずシラギンを放って、一応草タイプのウリエと交換しますか。一応有利属性取ってるんで、ウリエに交換して、これいけるのか不安すぎるんだけど、不安しかないんだけど、せめてムカデまでは行きたいよね。ちょっとめちゃくちゃ長丁場になりそう。まだまだ家族サービスせないいかんのよ。まあまあまあ、さすがの防御力といったところか、ガードアップしてるし、あのウリエのスキル打つと今度は回避力までアップしてしまうんで、まあ、さっさとウリエに、自動回復つけて、サイコがいるんでね、武器耐久値は削れると思います。じゃあ普通にウリエに行くか。あ、そうか、サイコは武器耐久値10の時になってからの方がいいな。んで、ウリエ撃って、功績と昇進を、ちょっとミスったな。んで、ウリエにかけて、これいけんのかな、微妙いな、アタッカー入れたらよかったな。なんか、適当に1体ぐらいアタッカー入れればよかった。なんだこの長丁場。早送り、秘技早送りを使うかもしれんわ、さすがに。とりあえず売り打って、うわーこれいけんのかな。はい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 。で、サイコ出して、サイコでさっさこ出してブレイクしていく。スキル打って、うん、全然減らないね、うん、全然減らないね。んでさっさこ打って、いやでもサザコのアタックポイントプラス4はね、あの相当強いですこれ。オッケーオッケー、半分ぐらい削ったね。言うて半分か。しかもサザコに自動回復がついてないから、こいつの回復手段としてはサイコのブレイクウォールを使うしかないっていう、あ、ブレイクヒールか。ここでこんな時間かけるやつおる。んで、売り打って、まあでもね、見てもらったら分かる通りもかなり鉄壁です。まあこれが見せたかっただけと言っても過言ではないです。OK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 。で、ブレイクして、で、アタックポイント上げて、まあこれの繰り返しですよ。まあ結構今ちょっとハマってますね。いい感じに。今ね、ちょっといい感じにはまってる。肩に。ああ、今みたいな感じでコンボをミスると繋がんなくなるから注意。俺。繋がってくれ、頼む、繋がらない。とりあえずまだこいつらは、自動回復と防御効いてるんで、このままで。次ぐらいかな、切れるの。あ、防御はそうか、ササコがつけてますね。攻撃力2倍と防御力2倍。まあササコのバフかけることによって意外にも、削れてるっていう。しかもこの鉄壁、これもしかしてさ、俺ムカデまでいけるような気がしてきたわ。今シフトも温存してさ、こんな感じでいけてるけどさ、本当にいけるんじゃないかこれ。ブレイクさせてーなー、サイコで。このターンでとどめ刺そうと思ったら刺せる、もしかしてシフトを駆使すれば。これ振り属性だけどよく頑張ってるよ。ただね、相手の攻撃力を下げたいんですけど、待て、これさっさこで、あ、サイコでブレイクしちゃうから、にこれ大丈夫なはず。あー、やべえ、うわーと1だったか、やらかした。あー、最高でブレイク。まあいいや、まあだ、結局誰も HP 削れてなかった。うん、ササコでよかった。ササコのアタックポイント全部使うことによって節約になったわ。これでまたスキル打って増築してっていう一連の流れができた。
ミスかと思えば普通のプレイだった、うん、プレミかと思ったわ一瞬。かわいいよ。はい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 。んで、おお、このターンで止め、お、結構肩にはまったぞ今。見てこれ案外強いでしょ。うん、あの一気にでかい火力は出せずとも確実に相手を追い詰めていくこの流れ、これがね、あとね、横の2人がね熟練で 100% だったら完全にこれはもう難攻不落の城できてます今多分、まあ、変なことしてこない限りこいつがもう型にはまってるぜこれは。でしょ、一番イカれてやがるんですよこのササコっていうキャラクターは。こっちも家族やぞ、シャトーでの暮らしをなめるなよ。んーで、またササコに回していきますか。多分このターンでとどめはさせます。いや、撃たなきゃダメかな、撃たなきゃダメだよな。かわいいよ。んーで、ブレイクできるんだよな。オッケー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 、オッケー、ムカデ。あ、ここまで10分以上かかってる。やばすぎ。うわ、ムカデじゃなかった。アモンいたのかよ、お前。これ1時間の動画になるぞ。なめ。さすがにやばすぎるだろ、それは。でもね、今ね、めちゃくちゃ肩にはまってるんだよね。まあ、ここで、一旦ムツキを出してもいいな。ただ、さっきの、篠原さんはフリー属性だったから、まあ、今、有利でもなんでもないけど、普通にいけると思いますね。ちょっとこうムツキ出して2人を自動回復と あれだねつけたいね。防御力カップは、防御力カップはササコでついてるんだけどね。んで、おギリギリだな、つけて、まあブレイクしたいけどブレイクしないかなこのターンは。でササコ出してアタックポイントぶち上げて、いいね、いいよ。んで、サイコに回したいけど回らないだろうな。とりあえず、これついてんのかな武器耐久値。ついてると信じて、削るとこまで削って、オッケーついてるついてる。で、ブレイク。はいはい。もう完璧な流れよ、今。完全に型にはまってますわ、これは。これ撃った方がいいのか。いや、次の最初のターンに撃つか。うん、そうしよう。いやー、これ打った方がいいのか打たない方がいいのか俺判断つかないんだけど、最初の方に打った方がブレイクできるな、シフトを使わずに。うん、じゃあそうするか。 OK、 このターンはしのごう一旦ね。オッケーオッケー、どうすかこのパーティーこのパーティーどうすか。これやりたかったんだよねずっと。ただねこれすげえ時間かかんの。あ、やべ、めっちゃ下ってる野菜スティック。お前その重さをその何めちゃめちゃ振り抜いたけどどんなパワーしてんだ。んでアタックポイントぶち上げて、まあ、あいつ自動回復ついててほんとよかったわ。んで、おお見てくれこの最高のアタックポイントが10っていう、最高でしょ。でからもう普通にブレイクするからササコに回していくか。やべ、これ普通にブレイクしちゃうじゃん。まあササコは減ってないけどアタックポイント。んで、ブレイク、ドン。オッケー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 。オッケー、おい、来たね。時代来たね、時代。誕生日クインクスの時代来たね。この動画上げる頃には多分このゲーム終了してるけど、時代来てるね。あ、使っちゃった。待て待て、ムカデって何属性だったかな。ムカデが何属性だったか思い出せない。これムカデまでいけるんだろうか。これ多分ね、充電との戦いのような気がするな。なかなかにアモン硬いし、
しかもなかなかに硬いっていう。サイコの後ろがいればな。うわ、まあまあ食らうし、やっぱまあまあ食らうし、まあまあでも自動回復ついてるからね。まあこのターンで自動回復切れるんだけど、また笹子に貯めていって、あ、やべ、しくった。あー、これ使わないつもりだったけど、あれだな、これで使わなきゃいけなくなっちまった。そうそう、結局最後であのね、武器耐久値が10ポイントになったとこ攻めなきゃいけない。普通に攻めちまったな。んーで、こいつでブレイクして殴って OKOK、 このチミチミ削る作業があと40分ぐらい続くのかな。多分ね、もう普通に適当にやっても大丈夫なような気がする、個人的に、うん、気がするだけ。満身はダメな気がするけど、もうね、携帯がめちゃくちゃアチンだわ今。携帯がめちゃくちゃアチンだわ。っていうか、一回ちょっとあれか、売り絵のところをシラギンに変えてみるか。いいんだな。サイコは本当に危なっかしい。ちょっとここをシラギンに変えて、ユリ属性だからね。んで、ササコ使って、うんで、ここは、一応自動回復ついてるけど、シラギンが心配。でもまあ、有利属性か。じゃあ、いっか。いやー、どうしよう。まあ、いっかじゃねえよって言われるわ、ヒデに。悩みどころではあるな。ブレイクヒールで回復して、で、とりあえず、シラギのスキル打つか。お、そういや、こいつ回復も持ってたのか。んで、アタックポイント打って、見てこのコンボ。クインクス誕生日コンボ最強すぎん。めっちゃ時間かかるけど。俺ね、もう昔からそうなんだけど、こういうチミチミした作業大好きです。ウルカルのなんだっけ、特等なめんなもそうですけど、こういうチミチミした作業が、まあ、大好きなんですよね。まあ、あの頃の動画を見てた人は今いるかどうか知らないけど、よくね、早送りで縦カンしてました。カン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 、ひなみで。さあ、このターンでとどめさせるかな。あ、またやっちまった。んーで、使ってかわいいよ。そろそろむっちゃんこ出したいね。まあ、言うてガード率なんだよな。そろそろむっちゃんこを出していきたいところではある。まあでも、ブレイクするのはこいつでブレイクして、とりあえず、そうだな、笹子にスキルを回して、スキルが打てる、いや、スキルを打って、どの状態でムカデに入ればいいんだ。とりあえず自動回復、いやー、倒しちまったか。なるほど。うん、いけんのかこれ。いや、でも今見た感じ結構鉄壁だから、打ち崩せるかムカデ。うわ、武器耐久値おー、あいつ勘弁してくれよ。武器耐久値多すぎ、わろた。それはね、まずいっす。回避入れたいね。ただ売り絵を出すと不利属性ってことに今気づいた俺し、だからとりあえず自動回復と、防御力アップつけましょう。
今最後でブレイクするとブレイクオールが働いて、あ、ブレイクオールとそういえばバフは別か、だからすげえ鉄壁になるんだな。削ってあげて、いけるな、いけるな、これいけるな、いけるっぽいぞ。いけるっぽいぞ。毎ターンブレイクできる、ミスらなければできるっぽいな。またちょっと頭を使わなきゃいけないけど、いけるわ。次も武器耐久値を削らずにいきたい。オッケー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 んで、ここもブレイクしてるからさっさこにスキルを回すので OK。 オッケー、全然 HP 削れてないけど全然 HP 削れてないけど OK です。耐えれたなら OK です。あ、まずい、これこのまま武器耐久値削られるのまずいな。一気に崩れる可能性がある。あ、まずい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 、あ、まずいぞまずいことが判明した。これはまずい、このダメージ量は。このダメージ量はまずい。ササコが崩されると本当にまずいんですよね。本当に食らってない。でこれムツキにかけよう。ムツキにかけるからムツキを前線に出しておいた方が良さそうだね。 10% 回復だから、ムツキを出してる以上ね、大丈夫な気がするんだよな今のところは。ただ削れないんだよね。でこれで打っちゃっていいかな。頭が回らん。こいつが何ターン持つか忘れちゃったんだよね。いや、こう打たないで、とりあえずムツキだけ打っとこう。今はとりあえず鉄壁だから大丈夫だと思うけど、武器耐久値を5削ってくるのがムツキにドンピシャ食らうとやばいかもしれん。だからムツキばっかり前に出しておくわけにはいかないな。いやー、やばい。オッケーオッケー、対象変えてくれてよかった。でこれで回復して、危ないねドゥララ。でとりあえずムツキのスキル温存してササコを出して、でまた、サイコでブレイクをしていく。気を抜くな、気を抜くなよ。んで常にササコに回して、サイコのアタックポイントをいつでも上げれるようにしとかないとブレイクできないターンが出てきちゃうから、それだけは避けたい。んでこれでササコを前に置いとくか否かなんだけど、まあ体力は全開してるし置いててもいいだろう。一旦後ろに置いておくとね、まあ、回復するね普通に。 OK、 ガードした。あー、出たね武器耐久値マイナス5。まあでも言うてこいつそれだけなんでね。やばやばい、あぶねー。おい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 、ちょっと待て待て、まあ回復したけどよ、回復したけどよ、ほんと危なかった今の。もうサイコの方に来てたら崩れてたな。サイコ
あ、そっか、でもブレイクできなくなるからめんどくさいのか。サイコがいなくなったところでって今なんか悪魔のようなつぶやきをしようとしたけど、いなくなっちゃダメだわ。やべ、しくった。インデックス使ってさっきと同じようにブレイクしていって、これなめつきを前に出しても同じような気がするけど、本当にこれチネリゴメ、チネリゴメにも程があるぞ。ここは使わなくていい、ここは使わなくていいから下げてムツキを出してスキル打っとこうか。あんま意味ないけど、一体窮地だけ回復すれば OK です。幸せなら OK です。どっかでね、そのウリエのスキルをぶち込んで回避を入れたいんだよね。防御力 0.8 倍、それはね、あの全く食らえません。え、終わった全く食らいませんじゃなかった、食らってたのか、全然見てない。終わった、崩壊が始まる。これまずい、崩された。やっぱりサイコの後ろ人必要だったんだ。いやー、ウリエ置いとくべきだったかな。これはね、崩壊の始まりです。自動回復がついてるから。油断しない。あ、これあれだな、ウリエのとりあえずガード率上げるじゃん。運ゲーに持ち込むことができる。もう 10% にかけよう。あ、こいつのガード 20% とウリエのガード 10% にかけるっていう運ゲーができると思ったけど、スキルたまんなかったわ、うん、いやー、難攻不落だったな。難攻不落の城をついにけ、あの、削り飛ばされる。うん、不落じゃなかったもよ、難攻だったけど、やられしまったわ。これは最悪、俺はもうこれ負けを認めるぜ。30分戦いました。あ、アタックポイントアップするな。ちくしょう、マジで悔しいんだが、俺これこんなさ、1ミリずつぐらいしか減ってないけどさ、1時間かってもいいからやってやろうかなと思ったけど、いやー、俺がミスったのかな。いや、でも普通に運だったよね。全部アタックポイント使われてサイコの方を怒られたら終わってたもんね。やられました、普通に。ただオークションもつき勝てえ、やっぱりこいつは勝てえ。耐えてくれ、頼む、ムツキ。あ、やばそう、そのミサイルみたいなさ。やめて、やめてってば。うわ、やべえ最後の灯火ブレイクしてやれ、最後に見せてやれ、お前のその往復ビンタ、往復ビンタで最後ブレイクしてやったぞ。一矢報いたな。負けました、俺の負けです。というわけで久々に敗北を喫したんですけども、まあなかなか使ってて楽しかったですね。まあ、このパーティーだけはいつか使おうと思ったんで、多分動画したことなかったよね、うん、というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。